ナに感染体験談、家族で感染のケース、感染経路と症状などを教えてください。はっきりと分かりませんが、職場で感染したと思います。お父さんから家族全員に感染しました。僕は39度の高熱と頭痛、咳、喉の痛み、倦怠感がありました。私は弟と同じです。私は息苦しさ、下痢と嘔吐が。私は頭痛も。自分のせいで家族全員が感染してしまい、精神的に辛かったです。家庭内で感染を防ぐ難しさとコロナの感染力の強さを感じました。まさか自分が感染するなんて思ってませんでした。皆さんへお伝えしたいことを教えてください。体調が悪いなって感じたら、感染したかもと思って周りに移さないようにすることが大事だと思います。若いからといって油断しないでほしいです。いつどこで感染するかわからないので、他人事ではなく一人一人が感染予防を意識することが大切だと思いました。家族の誰かが感染すると家庭内に広がってしまうんだ。ほう、家庭内に持ち込まないためにも日頃から基本的な感染防止行動が大事だ。ほう。